ヤケブニングヤクンテと申しますぞ。今回からランクマッチでパラドックスポケモンが使えるというわけで、積極的に使っていきますな。というわけで今回のテーマは、やつのヤーキーですな。届く月はただ映ってるだけですぞ。ではメンツ紹介していきますな。まず、やつの私。やつの毒牙。やつの包み。やつの神戸。やつのカイナ。そして、やつのバックスラッシュ E でランクマッチに潜っていきますぞ。では、シアマイトカット以外、ありえない。対戦相手が見つかりましたな。おささんし、対戦よろしくお願いしますぞ。お相手のパーティーは、サーフ、ゴー、カバル、ドンドコドン、ブラッキー、羽ばたく、神、デカネちゃん、海流。では、おささんし、対戦よろしくお願いしますぞ。さあ、お相手の初手は、カバル、ドンドコドン、決まったな。我が初手は、おでむな、夏の包みですぞ。姿が消えましたが、出てきましたな。さては、この対面、普通にハイドロポンプでやってきた。ぶっ飛ばしますぞ。ハイドロポンプ。はーい。なーにやってるんですかな。開幕からこれはいけませんな。ステルショックを簡単に巻かれてしまう。まあ、海流バックはないでしょうが、一応警戒して吹雪に切り替えましょう。いやー、任せない予定で、岩の一環がむちゃくちゃなんですが。ハーゲン、さーね。一撃がやり。さて、まあ、それでも、3対2なので、そんな深刻になることはないと思うのですが、こだわってないのがバレましたな。ブラッキー。こやつは包みで対処するべきなのか、というか別に、誰で対処すべきということもないんですが、ここは吹雪で押し切りましょう。加減。はーい。やってるんですかな。やる気が感じられませんぞ。あくび流され放題ですな。そしてこいつはカメラが寄ると消えるんですかな。という立ち回り、おっとボムル、これは寝てしまいますが、もうあとは何でもいいですな。やんない。でお相手はいいか、サーマー。さあ A0 しっかりよ。おやー、まあ、最速攻撃はねちょっときついものがあるんですが、イカ様で倒れるわけではない。ハーゲンストーム。はーい。やってるんですから、もう3回目ですぞ。これはいけないぜ。ハーゲンストーム。確認やればできるんですな。おやー、まあボモールされるにして無償降臨とか言うかな。ハーゲンストーム。どうして守らないんですかな。そしてこれはお相手が欲張った結果、イカ様で回復までしてということになるはずなんですが、ですな。さて、お相手の技は4つ割れた。ラス1が、この粘りを挟んでいるので、海竜の線は別にある。海竜かサーフ豪華で、取っておく、ヤケモンが決まるのですが、ラストが羽ばたく可能性も一応ある。毒牙で蹴散らしていきますかな。ウェーブで甘えて大丈夫か。包みの火力であれですからな。211。193。持ち物は命の玉。しかし、オーバーヒートで C が下がるのも困りものですが、落とせないのが一番困るんですぞ。ボムル、とりあえず4つ。ついでに食べ残しも入るよというわけですな。では次、しっかり焼き払ってやるんですぞ。どれだけ回復しようと、こいつの火力の前では無力ということを思い知らせてやるんですな。この体力なら削り切れますぞ。ヤーバーヒート以外ありえない。ヤーバーヒートは大不作列。利益以外ありえない。素晴らしい火力ですな。そこ2段階下がって玉ダメも入ってというのは痛いですが、そしてお相手テラスタル残しているので、テラスタル海流ない話ではない。羽ばたく神、こやつが何をしてくるかなんですよな。大活性素早さ、まあそれは構いませんな。そもそも S なんて全員負けておりますぞ。
普通に最高打点選んでいいはずですな。サイクシャー、あ、これは耐えられませんな、そもそも。よくやってくれましたぞ。アイテムは消費してもう分かっているので、警戒することは特にないですな。アラペコのやつの攻撃、問題はこやつの特防がむちゃくちゃ高いということ、それをテラスタルでぶち抜く必要があるということ。ではいきますぞ。はい、えい、あ、おかしか、うお、でかいでかい、ちょっとでかいよこの風船、大きすぎよ。あー、いきなりブログを出すのやめていただきたいと言われそう。無法耐えます、ここ当番にして無法耐えますね。ではお返しの、下がったからなんだというのか、ハイブチテラスタルメガネバフ、ズドン、下がったせいですな。さて、うん、この追加効果痛すぎる、無念です。ではオサさん氏対戦開始、ライアリラストボー、1戦目で負けると時間がかかるんですよな。対戦相手が見つかりましたな。サタリシ対戦よろしくお願いしますぞ。相手のパーティーはマスカーニャ、ドヒドイデ、ドラパルト、デカヌちゃん、ミミッキュ、そしてユメルゴン。ではサタリシ対戦よろしくお願いしますぞ。ちょっとデカヌちゃん、風船の有無は確認しなきゃいけませんな。待ってますな。シーズンが変わっても相変わらず待っている。また破りと風船は持っていない。では地震でいきましょう。別にジャレスクでも倒れませんし、叩き落とす、うん、帯が失われましたが負担は大してありませんぞ。では地震、さっきではなくただただ耐えた。ドア行って浮いているのはいないので連打です。どうですか、まあ、最低限やって退場ということですな。では落としますぞ、地震。やっけ、ライアリー持ち物は何だったんですかな。まあそんなことよりも次への対処、緊急。うん、緊急の相手は後続でもややこしいですので、わだちに任せますかな。地震連打でもいいですし、ここを脇回るのか回らないのか、地震で普通殴ってきた。この耐久素晴らしい。私命の弾も持っている。とりあえず地震で皮を剥がしますと、せーの、折れましたな。ねえ、お相手はジャルスクでないとこちらを落とせないので、ジャルスク以外の選択肢は取れない。わだちが消耗して、だからこの回路を取っておくことにそんなに重要な意味があると言わ、まあラストがマスカーニャならいけるでしょう。任せましたぞ、でっかい厚の輪立ち。カモン、ヘルスロックが何のその、あ、こんなもんですな。鋼が一貫してるとまでは言いませんが、ドキドイでは来てから対処ができないのがこだわり始まりですが、ガイアフィガイアリア、スロークロー、それが何だって言うんですか。ではお返し、ハチマキ、アイアンヘイ、撃退、はい、アリエ。素晴らしい火力ですな。さあ、置いてテラスタルを残してラス1。誰ですかな、マスカーニャ。さあ、カイナを取っておいた意味は生きてきているのだろうか。まあ、ゴーム体力満タンですし、ここはこのまま行きましょう。ケタグリ。もうこいつは格闘対象から、いや、まあ、テラスタルがあれば変わりますが。普通に神戸が何とでもできると思うのですが、カイナの性能をここで確認しない手はない。クールな、やつのカイナ。テラスタルの意味はないでしょ。
ちょっと体重が重すぎましたね。しかし、ワイキ飛行への打点はないはず。テラスタルはした方がいい。腹ペコな、やつらかいな。そして、こいつはおそらく気合いのたすき。まあ、こだわってる線もありますがな。まあ、なんであろうと、いきますぞ。はい、ええ、あ、うまい。うお、でかい、でかい、ちょっと、でかいよ、この風船。大きすぎよ。いきなりプラグを出すのやめていただきたいと言われそう。ケダグリ耐えます。ここ飛行タイプなんでケダグリ耐えますね。ではお返し、暴風。はーい、何やってるんですかな。まあ、ワイキがこだわりならまだチャンスはありますぞ。次のケダグリなら耐える。まあ草技もなんとやら。さあテラスタルまでするということはさっきではないのか。トリックフラワーを打つということですかな。ではない。何のテラサルだったんですかな。防具やれますぞ。一撃がいアリエル。助けではなかったようですな。ではサタリ死体戦火種がいアリエル。ようやく初勝利ですな。ここまでご視聴感謝以外ありえないというわけで、まあ今回の主役八つの神戸の紹介をしていきますな。八つの神戸、いやー前線苦労しましたな。こだわりメガネをかけておりますぞ。でテラスタイプは飛行、マークタイプを消して飛行単タイプになって、そして最高打点の暴風を放とうということですな。で、まあ持ち物の説明をしたんで、技構成はそのタイプ1暴風、そして悪の波動で、サブに優秀な大地の力と大文字が入っておりますな。クォークチャージはまあ特性これしかないので、もちろん特攻が上がりますぞ。まあエルキフィールドをこちらから貼ることはありませんがな。努力値は HC。で、数値がちょっとわかりづらいと思ったんで、一応スクリーンショットを撮ってきましたな。特攻が191もありますぞ。まあこんな感じのステータス。攻撃はちょっと妥協して、の個体値が0だと76なので、1だけ妥協してますな。イカ様のダメージと、混乱事象が少し入りますが、まあ、そこはしょうがないでしょう。で、こいつは腹ペコでおりますぞ。まあ、口が3つもありますからな。というわけで、ここまでご視聴感謝いただきありえない。寝ると顔が消えておりますぞ。